はあ、スパークさんに続きいろりさんと、これは頑張らねば。あ、これ動いたらあかんな。ボタン押しに行こう。いやー、いいボタンですね。はい、これはいい。面白いですね。太田さん、友達になってください。いや、素晴らしい。くしくもまた源 ちゃんと O2 におるときに停電が起こったんで、また動いたら怒られそうやなと思って、静かにしてて、ついて上上がったらウェポンに人がいっぱいいたんで大丈夫かなと思ってボタンを押したぐらいです。なるほど。スパークさんがウェポンやってる時ダンスしてました、僕横で。あ、あ、そうですダンか。ス見てました。ありがとうございます。ジンチョスさんの扱いがメンヘラみたいな。確かに。まあ、8割合ってますね。メンヘラなの？まだ誰もね、キルされメンヘてない。ラはチェロちゃんだよ。ああ。チェロ、メンヘラじゃないよ。まさか、そんなことないじゃ君、ないですか。今日、マイクラやってた時言ってたよ。見られてる、見られてる、見られてる。自分で？一緒に遊んでたんですよ。ああ、なるほどそね。の時に自分で自己紹介のように言ってました。メンヘラやって。ですよメンヘね。ラ。そうなんだ。マサノリさんが言ってたんじゃないですか、自分がメンヘラだって。は？皆さん、アーカイブ見てください。アーカイブ、嘘、ぜひ。投票しますもん。ベルリンがすごい。二人の間の壁が、壁が、壊れないな、これ。無理だ。超大型巨人じゃないと。より高く、より高く。ベルトルトって、ベルトルトって先生、まさのりくんが泣いてます。友達さんに友達になってくださいって言葉も流されるいし、や、チェロちゃんにやってもらわれるし、自己いや、投票します。もう友達やでって意味。そうそうあ、そう。そうそう。本当に？何を今まだ更。言うこともない。あ、友達じゃなかったらこんなね、冗談言えないっすからね。そらそうですよ。そらそうだ。すごいド直球な、ド正論。だからもう友達っす。大丈夫です。みんな友達。みんな友達。上辺だけの。もうええやん。やめろ。井原さん、なんか本いま音っすか？ぽいから怖いんだけど。いや、そんなこと思ってないですよ、別に。下手くそじゃん、隠すの。下手鬼くバズりだから。4は多い。やめろって、もういい4よ、は多そういい。うの。自分で4。入れてたら勝てたな。いやー、リアク倒りすぎやな、これ。あ、ゲンさん。嘘。もうセキュリティ見てたんですけど、情報はもう、トータスさんがアドビの前で踊った、ゲンジョウさんが上があって、メッドベイ行った、リアクターから出てくる、エフヤンさんかな？誰だっけ？エフヤいンろさりんさだ。んじゃない？あ、いろりさんか。いろりさんが出てくるぐらいしか見えてないんですけど。どこから出てくる？リアクターから。ああ、はいはい。ぐらいしか見えてないんですけど、俺の。ゲンさん、リアクターにいた？いや、いないです。現地情報を落とします。初手リアクターになった段階で、僕とトータス兄貴がオーツー、あ、リアクター、ウェポンじゃねえや、なんだっけ、あそこナビゲーション側いて、
で僕、うん、ウェポン側から行って東田さんに来はシールド側から行ったんですよね。そこで二手に分かれたんですよ、この字のところ、はい、うん、で僕上側から行ってる時にそこで、ウェポン側に行くゲンさんとすれ違ってます。で僕はそのリアクターでリアクターからアッパーボタンって感じなんですけど、だトータス兄貴はキルできる範囲にはいるな、まあ、一応まあベントではいけない。俺アドミン出せます。スパーク情報とします。リアクターがなって、はい、アドミンにまして、でそこからカフェテリアの方からアッパーエンジンの方からリアクター向かってたんですけども、その時にアドミンに残ってるイロリさんを見てます。アドミン、アドミンで、いやいや一緒に動いたじゃん。いやイロリさんは俺が動いていってる時は動いてなかったです。カードリーダーやったとでしょ。そうそうそう、うん、一緒に動いてたよ。俺目線にはイロリさんいませんでしたけど。いや普通に一緒に走ってましたよ。まあ、とりあえず僕目線、はい、そのゲンさんのキルは僕右側か、ストレージ寄りとかで多分死んでると思っているので、はい、初手ゲンさんが方向どっちの方向でしょうか。僕以外ってことですね。白白白色、うん、見てないね。あ、じゃあ僕以外の情報でってことですよね。はい、そうですそうです。ゲンさん以外で左には来てないのだ。初手左の僕抜けてるんで封鎖前に、ジェロちゃんとアシャメドベー初手なのだ。はい、でその後はちょっと遅れてメドベーにエフヤン入ってます。じゃあもう園長さんが最初ってアドミンカードスキャンだった気がする。一応現状目線、原産の距離にかかるならチェロちゃん、エフヤンさん、スパークさん、フェコロンさん無理だと思ってます。左でずっといたのでリアクターが、なんかリアクターがいっぱいおったんだけは分かってる。ちなみにあのヒルウェポン O2 まで行ったけど死体なかったのは報告しておきます。ウェポン O2、うん、ナビゲーションか、アドミンか、ナビゲーション、アドミンで最後数値どっかでない、そこウェポンとかついてるけど分かんないですね、うん、ああ閉められちゃった。こんなに並んでたら嫌やな。まあリアクター鳴らしますよ。メドベー行きたい。はい。ありがてー、マジでありがてー。はい。サボタージュ無視タスクめっちゃするやん、給油とか。むちゃくちゃしてるな、みんな。トータスさんぐらいで俺の後ろついてきた。いや、いよりも来ましたよ、今。いや、タスクやってからじゃん。いや、やってない、やってない。トリカルやってから給油してすみませんでした。許しめし。はい。はい、すいません。ゲンさんのキルの時の最終位置だけ教えてほしいです。最終位置はセキュリティです。カフェテリアです。オーツです。リアクター。チェロちゃんはリアクターだよ。あ、よかった。はい。ストレージ手前だったかな。ストレージ手前。エフェアはリアクター出たぐらいの。リアクターが直ったあたりに、あの前ついたけど、あの間に合わなかったから、そのままアッパーエンジンの方でタスクやって、もう一回ストレージで給油してぐらいになったはず。いろりさんはリアクター来ない。僕はあのアドミンでスパークさんと一緒に出て、スパークさんは多分カフェテリアの方行って、で僕ストレージから下回りで向かってる途中で鳴らされたって感じですね。え、いやスパークさん最終位置、えスパークこれはカフェテリアからアッパーエンジンリアクターですね。リアクター行けてますよね。だからいろりさん どこですか最終位置は。結局僕ロアの手前ぐらいです。あ、じゃあ俺それじゃないわ。俺見えたの最後やっぱりエフヤンさんだったの手前。あ、リアクターにエフヤンさんとチェロちゃんと、スパークさん僕目視してるので、はい、それは合ってると思ってて、うん、でフェコロンさんもカメラ合ってると思ってて、でヤチョコさんがあれですか、ロア側のあれですか、ストレージのなんか手前とかって今言ってましたっけ。言ってます。でなるとヤチョコさんとイロリさんってすれ違ってますか。多分そこ証言合わないとおかしいです。あ、誰かとすれ違った気はするけど覚えてない。なんなんそれ。いやでも、どこやろうな、どこ位置だよ。ウェポンに位置とリアクターにたくさんと、あとどこやったかな。エレキはついてなかった気がする。現状目線で言うと今の発言だけ聞くと、ヤチョコさんかイロリさんに一郎いるかな、もしくは二郎ぐらいもあるかなと思ってます。私とイロリさん一緒に行動しますか。
あ、わかりました。これが二浪だった場合、そう、二浪だった場合、そう、二浪の可能性は全然あるんで、はい、あるね。まあちょっとまあ注意しとくぐらいなんじゃないかな、うん、しょうがない、俺と一緒に動くかい、いや、やだはやめてや。どっちか選べよ。いろりさんと一緒に動きます。なんだけど。匂いが映る。もういじめじゃん。ああ、よくないな。いろりさんの方が、そっか。もうちょっとどこかはっきり。リアクターや、はい、はい、いいです。やんちょこさん、はい、場所は、はい、コミュニケーションで、アドミン見てコミュニケーションで動かないちゃったんで見に行ったらやんちょさんでした。いろりさん無理です、はい、ね、ずっとさん無理です。エレクトリカルに4、ロアーかリアクターどっちか忘れたけど、そっちに2いましたんで、みんな各々の確認してると思うんで。ロアーはいろりさんの僕です。そうそうそう、エレクトリカルいてて、その後いろりさんと行動してるところへ行きました僕。エレクトリカル4人誰いたか教えて。エレクトリカル4は、トータス兄貴、ゲンチョス、スパークさん、チェロちゃんだったと思います、そのタイミング。そうですね、そうです、そうです。浮いてるのは浮いてるのはさん、はい、はい、僕は3連勝はさせないようにインポスターフミヤンはインポスターじゃ ないんですが、カフェテリアから初手右でウェポンズ通ってナビゲーションのダウンロードやって、で他には右側ないので、そのままシールズ抜けてストレージからアドミン入って、そこでアドミン見てるヒリュウさんも確認しててアドミンのアップロードをやってて、そこで鳴ったというところなんで、確かに容疑者位置はエフィアンというところですが、他に右側に誰かいないのであればキリュウさんのセルフってことになるので、まあ、うん、はい、まあ、このキルに関してはその可能性も終えるんですが、ショットキルのゲンさんの可能性だと僕はイロリさんを釣りたいなと思ってしまうんですけど、そうですね、ヤチョコさんとヤチョコさんとイロリさんの発言が合ってないので、うん、あ、そっか、あ、なるほど、確かに、まあ、すれ違った気がするぐらいまでしか言ってなかったから、はい、ワンチャンフェコロさんとイロリさんの二郎もあるかなと思ったんですが、あのアドミンで見られてる可能性からしてまず二郎は追えないので、なのでイロリさん釣っちゃっていいかなと思っちゃいます。さっきのやつは多分ヒリュウさんが分かるかもしれないですけど、はい、僕初手左手ですよね、そのゲンさんの時で、そのからずっとリラクターにいて、そのサボテージも一番に僕いるので確実に無理なんですよね、ゲンさん、うんうんうん、だから絶対か、はい、これでまあ相方先だったらありえるかもしれないので、うん、だから僕見てもフェコロンさんは隠しろで今ほぼほぼ見てるんですが、いろりさんが、いろりさんがやちょこさんにインポスター1いると思ってて、まあ、これどういうのかっていう形に連れてあればいろりさんまで釣った方がケアした方がいい。ああ、なるほど、そうか、え、結局ゲンさんはどこで死んだか分かんない、割と浮の分かんない、そう分かんないか、そうなんどこで死んだか分からんから疑いきれやん気がするんよな。どうすんの、いや、そもそもとしてやちょこさんといろりさん会ってないから、なんか微妙じゃなかった、大丈夫、いやでもなんか、まあまあ誰か、誰か、あー、つらい、いろりさん入れたんですけど、僕はエフィアンさんに入れたかったですね。エフィアンボタンを押します、お願いします、お願いします。すごいな、弟、おっとおっと、すごいな、ナイス、ありがとうございます。あので確認したいんですけど、浮いてるのって僕だけですか、そのやちょこさんの死体発見の時って、
僕はいろりさんと一緒で直近でトータスさんが、エレクトリコ方面から合流したのを確認してます。はい、うん、ただトータスさんその前は分かりません。そう、俺が多分エレクトリコから一番遅かったんで、あるとしたら俺かなっていうぐらい。うーん、そうか。キリュウさんのアドミン情報を生徒するのであれば、その時点で浮いてるのは、エフヤンさんにはなりますが、ただ、うん、キルのタイミングがわからないので、うん、僕目線はスパークさんは 100% ないので白と置けますが、それ以外はわからないです。あとフェコロンさんも白と置いてますぐらいですね。うん、まあ俺がとりあえずエフヤン、あ、いや、チャルちゃんよ、あ、ごめんなさい、大丈夫です。エフヤンですけど、じゃあエフヤンですけど、これまあおそらくだからいろりさんで一郎連れてると見ていいんですよね。一郎、ね、そうですね。やちょこさんからいろりさんに一郎だと僕は思ってますが、おそらくぐらい。でここは多分なっちゃってるから絶対ないと思うんですけど、ね。ここはエフヤンを釣るじゃないですか、ここで。でエフヤン釣って終わらないじゃないですか。でじゃあヒリュウさんヒリュウさんのセルヒリュウさんのセルフってことになるからヒリュウさん釣るじゃないですか。でヒリュウさんで終わらなかったら怖いじゃないですか。いやその後やちょこさんといろりさんじゃなくなったって話になるんですよね。このそうなったら。まあその時点でもうダブルキルとかされちゃう可能性が高くなっちゃうので、そっちの説を追うのであれば、どうします？僕はまずいろりさんとやちこさんの中に一郎いるという前提で行くので、僕は釣らずにタスクでいいと思ってます。うん、なるほど。確かにこれはペアってないんですか？ペア隠しろが、まあ、隠しろ含めてはペコロンで、ね、まあ元ちゃん目線もね、今現状さん目線では一郎連れてるので、うん、飛龍さんとエフヤンさんが、まあ、時点で飛龍さんのだけなんですけど、飛龍さんとエフヤンさんのペアの方がいいかなってところですよね。あともう一個言っていくと、初手の停電あったじゃん、あれ、玄関が直してたんだけど、俺、カフェテリアからエレクトリカルいるとき、ストレージから停電中に上に上がってるエフヤンさんを見てるから、正直、初めからエフヤンさんは怪しいと思ってました。なるほど。上に上がってるって言っても、今言ういや、上に上がってるって言っても、ストレージの。ストレージの配線のところからアドミンの配線のところに移っただけなので、あと停電を無視しがちっていうだけなので、まあミーにしましょう。エフヤンさんと行ったかつって、はい、ダメだったらペアでヒリュウさんとエフヤンさんかな。やっぱそれ、うん、やっぱ俺ヒリュウエフヤンペア、やかもしんないけどクルーメが勝つために頑張って、はい、そうですね、ヒリュウ、じゃあヒリュウエフヤンペアで、はい、はい、ヒリュウエフヤンペア邪魔やな、お任せよ。もしかして何もされやん。どこがどうなってんのこれ。通信妨害。どこですか？ストレージの左側。あれ？ちょっと待ってください。エフヤンさん無理だ。ちょっと待って。うん、エフヤン無理です。いいですか？ヒリュウさんとエフヤンさんどちらから来ました？右から来ましたね。右からウェポンを通って。ケロちゃんは？ケロはアドミンから現長さんと一緒にコミュニケーション行きました。現長さんが死んでるんやで。現長さんが死んでて、現長さんはコミュニケーションまで来てません。で、コミュニケーションサボタージュは僕が直してます。初手僕が入ってます。赤と青と、赤と青と、紫と緑と。で、トータスさんが初手、エレクト、あ、初手というか、まあ、左側に抜けていってるのを確認していて。はいはいはい、はい。僕の目線では、トータスさんも可能性がある。ああ、なるほど、ありますね。でスパークさんはどこですか？俺は、トレージ行ってコミュニケーション行ってシールド行ってでその後コミュニケーションの方に戻ったって形で。その時に誰かとすれ違ってますか？飛龍さんをシールドでチラッと見た以外はほとんどすれ違ってない。エフヤンさんから見て飛龍さんをやってませんか？やってないです。飛龍さんが見てエフヤンさんはコミュニケーション入ってたの見たから多分あ入ってたところ見てます。エフヤンさん入ってないと思うんだ、はい、だからやれてないと思う。その道中でやってませんか？絶対ストレージでしょ、死んでた場所。ストレージの左の方やと思う、はい、ねえスパークさん。エフヤンじゃないですから、はい、無理だと思う。で直近ケロちゃんはアドミンから
コミュニケーションまで現長さんをどこで見てるんですか、どういう感じで、現長さんと一緒にコミュニケーション直しました。いやほんまに来てましたよ。いやコミュニケーション直したのは俺なんですよ。俺が一番最初入ってます。あ、はい、いやそれは分かってて、あのいっぱい人が来てるのは分かってて、はい、でもその中に現長さんもいました。赤いませんでしたよね。赤いました、誰か見ました。であの一番最初に現長さんがストレージの方に抜けて、ちょっと待ってもらっていいですか、チェルちゃん。もう時間ないんで、コミュニケーション来たエフヤンさんの視点で赤色は 見えましたか。だかなスパークさん視点でコミュニあの赤見えました。いや俺もちょっとわかんないです。キリュウさん視点で赤見えましたか。わかんねえ、もうごちゃごちゃしてて見えてないか、わかんねえ。ということは僕的には見えてないので赤はいなかったということで、チェロちゃんとトータスさんが今怪しい位置です。いやそれは、はい、これ2色いる可能性が、2色いる可能性あります。ようかな。直しにいっぱい俺。もたもたした、ごめん。お願いします。お願いします。いいですか、あのコミュニケーション直った後にシールドの方に抜けた人誰ですか。シールドの方に行った人は俺は見てないです。俺左側です。右に抜けた人は白いんですけど、右に、あ、何、セルフを疑われてるってことこれ。俺、いや違います違います、あの左に抜けた人を炙り出したくて、まずシールド方面に抜けた人はいませんかと、コミュニケーション直った後に右にね。はい、俺は左側に行ってます、ストレージ、うん、コミュニケーションがダウンロードやってます。コミュニケーションが直った後ですよね。そう、直った後、キリュウさんはコミュニケーションのダウンロードやってたのを僕は廊下で見てましたんで、左にも行ってた。スパークさんはどっちに来ました。俺左ですね。スパークさんと同時発見ぐらいと思います、多分。トータスはそれ思うんですけど、ストレージなんです、はい、シールドじゃなく。え、何がですか、ストレージ、ストレージやんな、スパークさん。ストレージみたいです。多分スパークさんも光ってない。確かに。はい、一緒におったんで、多分一緒のタイミングぐらいで光ってると思うんですけど。はい。俺はストレージの上側まで行ってるんで。え、チロも一緒に行きましてね。だから多分シールド方面に行った人がいないんですよ。なるほど。あ、じゃあ、コミュニケーションに残ってる人が白くて、ストレージに最初に抜けた人が怪しいから。ん？僕上側行きました。スパークさん多分俺が上に行ってるの見えてますよね。あ、見てます見てます。チロが上に行ったのも見てるはずです。多分行ってたと思う。はい。だから、ただ僕が今言ってた、あのそこの論点そこじゃなくて、あのコミュニケーションなる前に死んでるっていう主張ですよね。いや、コミュニケーションなってる最中かもしれないです。うん、僕は、はい、あのコミュニケーションに誰もいなくて、俺が直したんですよ。しか早かったんですよ。僕しか僕の視点ではいなかったんですよ。はい、で、後から来たのがエフヤンさんたちだったんですよ。はい。はい、だからその時に俺は赤色見てないんですよ。チェロちゃんは一緒に来た、うん、そこに中には現長さんはいるっていう発言なので、もうここで食い違いなんで、僕と、はい、最悪僕とチェロちゃんのローラーでもいいぐらいなんです。いや、それは絶対ダメです。どっちも白いんでダメだと思います。だとしたらチェロちゃんの意見をちょっとあまり押してほしくなくて、だったらトータスさんが左の方に抜けてるんで、トータスさんとチェロちゃんの二郎を、あ、二郎っていうか、そっちの方がいいです。はい、そっちの方が僕的には主張が強いんですよ。俺はぐるっと回って、遅れてきたのぐるっと回ってたんで、あれなんで、はい、え、そんな理由で、ちょっと待って。これもボタンの余裕がないんで、どっちか入れましょう、ミーで。状況的に。マジで、はい、もうこれ入れるしかない。俺スキップ押しちゃった。あ、終わらないんで、あのトータスさんに入れてほしい。そうですね、ローラーした方がいいですね、ここ。ローラーで。ここは、はい、終わらんかったら、この3しかないってこと。じゃあ、スパーク押します。もう終わらんねんけど。あ、切れたのが、もったいない。いや、どうしよう、あれ酸素、シューリンガーの修理ブーリンガーの修理ポンプコピーのポンプコナーの上級の予兆付け、はい、Thank you.
ヒョコロンさん死んでるやん。あれ、ヒョコロンさんが死んでるんですね。え、これヒョコロンさんが死んでる。これいけるでしょ。これ詰められるでしょ。ヒリュウさんはずっと一緒にいたんで、ヒリュウさんではないんで、スパークさんかトータスさんのどっちかなんですけど。いや、俺 O2 の上直してたんです。うん、一緒におったよ。一緒に合流しましたよ。で、俺とエフヤンさん行くときトータスさん、俺今カフェテリアのあたりで待機ですね。ボタンも使ったんで。これ O2 を直したフェコロンさんを殺した説説が今んとこ強いっちゃ強いんだけど、また2人あの、鳴ったとき、はい、どっちへ行った？初手 O2 です。スパークさんは？え、俺上の O2。 うん、え、トータスさんいました？いてたよ。いや、俺しかいませんでしたよ。え、すれ違ったよね。すれ違ったよね、ヒリュウさんと。トータスさんはそう、ウェポンズの抜けてカフェテリアの方入ってって、うん、で、僕らはカフェテリアが閉まったんで中入れなかったんですね。で、あ、これやばいかと思ったんだけど、アドミン側が回復したんで、あ、よかったよかった、トータスさんがやってくれたんかなと思ったんですけど、おそらくだから、その後、だから本当はだからフェコロンさんがそれ回復させてて、トータスさんがやったっていう風に見えるかな。その説が一番まあ強いかもわかんないですけど、僕、普通に足普通に戻ってきただけなんで、フェコロンさん見てないんですよ。まあ、どっちにしても、あのチェロちゃんの剣があるんで、トータスさんのローラーはした方がいい。そうですね。そうなのか。これはウルトラCなんじゃないかな。一歩前さ、リアクター左押してた時さ、俺とエフヤンさんつくまでスパークさん真ん中あたりでウロウロなんか分からんけどすごい待たれてたんよ。うん、それもね。そうなの。それも気になってて、この2人、いや、スパークさんな気がすん。俺ね、チェロちゃんかなり黒く見てて、うん、でそのチェロちゃんがトータスさんとローラーでいいって言ってるから、逆にスパークさんなのかなって。あれじゃないよ、俺ボタン押そうとしてずっと待ってただけだから、うん、やべえ、どうしよう、これわかんねえ。んだ、そのリアクターの件を見るとスパークさんも怪しいんだよな。 お任せしますとしか言いようがない。スパークさんに入れてみようかな。マジで合わせるよ。スパークさんに入れます。やったらごめんね。やったらごめんね、みんな。ごめんね。どうなる？お父さんも怪しい位置の。終わらないから気をつけてね。終わってくれ、しゃーしゃーしゃーしゃあしゃあ、ちょっと、これドア間に合う、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 あい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 、うわうるるう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 るやったー、いろりさんやったよ。ピクシャー、いやー、トータスさんかっこよかった。チェロちゃんじゃないの？違うんですよ、チェロちゃんじゃなくてトータスさんなんですよ。だからローラー冠水の方が良かった。あー、間違いない。そうなの？だって確定してないじゃん、チェロちゃん。いや、違うんですよ、ちょっと聞いてください。あのね、初日にね、ゲンさんの死体が上がる直前なんですけど、チェロちゃんがね、リアクターのあのフェイクマスクのところに立ってたんですよ。わかりました？マスクがないのに、うん、それは多分、あのチェロはマップ見てたりとか、うん、商品考えてたことなんで、うん、それね、あの、あのね、そこに立ってたら、ベントで出てくるインポスターおらんかなって思って。ああ。